はいどうも、田原元就です。この動画で秋華賞ですね、こちらの方のデータ分析をやっていきたいと思っております。まあ今年は何といってもね、リバティアイランド参加になるかというそんな一戦ではあるんですけれど、まずは、このデータの方からね、紐を解いていきたいとそう考えております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、でやっていきましょう。まずは一番人気馬の成績なんですが、こちらの方が4114、馬券内率 60%、まあ、悪くはないという数字なんですけれども、一番人気馬の構想がね、まあ、ほとんど G1 馬、春の G1 を勝ってきた馬とかね、そういった馬に限られているところは頭に入れておいてください。でまあ、今回に関して言うとね、正直リバティアイランド対その他みたいな、そんな構図だとは思うんですけれども、そうなると7番人気以下、そういった激走のゾーンを見てみたんですけれども、3着が5回あるということ、ここはかなりね、僕重要なポイントだと考えております。まあ、2着はなっていうのはなかなかないんですけれども、3着のところにこういった人気薄が、飛び込むことによって3連携がぐんと跳ねるという、そんな傾向が伺えておりますので、そういった7番人気以下の3着付け、そういったところに関してはね、頭に入れておきたいと、そう考えております。はい、続いてはローテーションです。こちらなんですけれども、前走ローズステークス、そして前走オークス、さらには近年で頭角を表している前走シオンステークス組、この3組が中心となっております。まあ、特にでも京都開催という部分に関して言いますと、2018から2020年、この期間が全て前走オークス組の勝利ということになっておりました。まあ、近代競馬のトレンドとしてですね、間隔を空けたローテーション、これはかなり優秀な成績を残しておりますので、このレースに関してもその傾向が伺えた、それはね、僕の中で注意したいと、そう考えております。はい、続いては決闘です。こちらなんですけれども、父サンデーサイレンス系が5勝。こちらはまあ普通の結果かなと思うんですけれども、それ以外の決闘が結構を検討しておりまして、まあノンザンダンサーとか、まあ金亀とか、それこそバゴサンクとかね、そういったものもありました。で、その中でも注目したいのがキングカメハメハ系でして、こちら1勝しか、確かに上げてはいないんですが、8着、8番人気3着とか、そういった人気薄での激走が多いというね、そんな傾向が伺えております。先ほど人気別のところで3着穴が多いというね、そんな話をさせていただきましたが、この金亀系の3着、そこを一つね、馬券の戦略として組み込んでも良いのではないでしょうか。はい、次では所属別の成績で分けてみました。まあ、要するに関東馬対関西馬という、そんな構図なんですけれども、関東馬がちょっとね、このレースに関しては、不振というか、その過去の京都開催においては不振という傾向を示しておりました。勝ったのはアーモンドアイだけということで、それ以外は頑張っても2着とか、それこそ凡走の方が目立ってしまっているという状況でして、馬券内率なんとたったの 7% ということになっておりますので、このレースに関しては関西馬優勢、そう捉えてください。はい、続いては枠順別の成績です。こちらなんですけれども、6枠から8枠。まあ、いわゆる外面の枠を引いた馬が6勝ということで、外枠有利の傾向を示しておりました。まあ、なので、京都内回りで直線短いので、その分内枠が有利かなと、そういうふうに思っていたんですが、全然そんなことはなくてですね、むしろ1コーナーまでの距離が長いという、そんなこの舞台の特徴がありましたので、そういった部分がね、むしろスムーズに運ぶことができる外枠有利を生んでいるような、そんな印象です。はい、次では客室別の成績です。こちらなんですけれども、差し馬が圧倒的ですね、これ。10勝中9勝が差し馬ということなんですけれども、これまだ一つ注目点があるとすれば、追い込みではなく差しであること、先行でもなく差しであること、ここにあると考えております。先行馬がこうスムーズに押し切るにはちょっとなかなかスタミナが足りないという部分でして、かといって直線一気、大外一気にかけすぎるとそれはそれで届かないみたいな、このなんかバランス感覚がなかなかね難しいというそんなところです。なのでやっぱ差し馬に関して言うとね、例えば過去にこういった直線の短いコースでこうまくり差しを決めているような馬なんかはかなり僕の中で評価上がってもいいのかなというそんな印象です。で、その該当馬なんかを見てみますと、例えば、フラワーカップをまくり差しのような形で勝ったエミューですとか、前走、クイーンステークスをこちらもまくり差しで勝っていたドゥーラ、このあたりがね、主なまくり差しの注目馬というところで該当をいたします。まあ、ドゥーラはともかくエミューなんかまさに人気がないという馬ではあるんですけれども、もし仮にね、週末が渋ったらという条件付きではあると思うんですけれども、こういったまくり差しの客室に合っているという部分は一つ注目したいとそう考えております。はい、最後に構想率が高いデータと低いデータ、そしてプラスワンのデータをお伝えいたします。まずは構想率高いデータの1個目なんですけれども、こちらの方がですね、リバティアイランド。参加を目指すこの馬に該当するんですが、オークスを上がり3波の最速で勝った馬。こちらの該当馬が5005と全てが勝利を収めておりました。まあ、正直このデータってもう先週の段階で、ちょっと先に調べていたんですけれども、あ、これもう無理だなと、そんな風に思ってしまうぐらいの絶望的な、ある意味そんなデータとなっております。
まあ、本当5頭全てが勝利なんですけれども、例えばこの中にはですね、当日一番人気ではなかった名勝マンボですとか、一番人気だったんですが単勝でいうと3倍ジャスト、まあ、ちょっと信頼度としてはどうだろうとそう思われていたミッキークイーンとかね、そういった馬でもあっさりと勝利を抑えました。まあ、それこそ三冠馬に輝いたアーモンドアイですとか、デアリングタクト、そしてジェンティルドンナ、そういったあたりも該当しておりましたので、まあ、ちょっと盤石というね、そんなデータと言えるのかもしれません。で、該当馬のリバティアイランドですね、こちらについて補足をさせてください。まあ、今更正直何を補足するんだという状況ではあると思うんですけれども、まあ、前走のオークスがですね、本当好位、ある程度好位の方からいきまして、直線ではぶっちぎるという、そんな圧巻のパフォーマンスでした。まあ、当時の勝ち時計なんかもね、翌週のダービーを上回るというそんな圧巻の勝利でもありましたし、まあ、ちょっとこれもうもしイフの世界なんですけれども、例えばねこの馬が凱旋門行ってたらどうなってたろうだろうとか、今年の馬場コンディションだったらねそれを考えてしまうほどのそんな圧巻のパフォーマンスでした。まあ、正直単冠この馬の相手探しがねこの今年の秋華賞の僕の中での焦点となっている印象ではあるんですけれども、まあ現時点のこのデータにおいてもそういった盤石のデータが出たようなそんな印象です。で、あと1個の構想率が高いデータ、こちらの方なんですけれども、該当馬の方が、マスクトディーバ。この馬に該当するんですが、阪神開催のローズステークスで、4角7番手以内から勝っていた馬。こちらの該当馬が1121と、こちらも非常に高い構想率を誇っておりました。阪神開催のローズステークスですね、こちらについて1つ特徴を挙げておきます。このレースの特徴なんですけれども、直線の長い阪神外回り 1800m ということで、非常にこの大外ズドンみたいな、そんな足が決まることが非常に多くなっているんですね。まあ、過去にはラピッドランかな、そういった馬ですとか、タッチングスピーチとか、そういったコースもあったんですけれども、逆に言うと後位からこうそのまま勝利を収めるというのはなかなか難しいという、そんな状況にもなっております。そんなコースにおきまして、ある程度の行為から運んでいって、それでもなお勝利を収めた、やっぱ一定レベルの機動力を持っているという証でもありますので、それがね今回のこの京都 2000m、ここでも発揮されるというそんなデータとなっております。で、該当馬のマスクとリバですね、こちらについて補足をさせてください。この春に関してはねちょっと忘れなくさ賞、この内回りコースでちょっと惨敗という感じにはなってしまったんですけれども、その後に阪神 1800m を連勝中という、そんな一頭となっております。まあ、適性としては正直阪神外回りが一番合うと思います。今回の条件必ずしもね、この馬は適性としてはプラスとは言い難いんですけれども、まあ、それでもですね新馬戦で 2000m という距離はこなしているという、そんな馬でもありますし、やっぱローズステークスレコード勝ち、まあ、明らかに馬が強くなっているなというそんな印象も伺えておりますので、この今回の一強というねそんな状況ではあるんですけれども、いわゆる2番手グループの中のトップ、そういった部分においてはねこの馬グッと浮上してもいいのかなというそんなデータとなっております。で、ここからですね馬の個性に特化したそんな、一つのデータとしてプラス3の、そんなデータをお伝えさせてください。こちら、今回の該当馬なんですけれども、ドゥーワイズ、この馬に該当するんですが、右回りの成績が 1-2-1-1 ということで、非常に馬券圏内率が高い成績を残しておりました。で、右回りの唯一の馬券圏外なんですけれども、こちらの方がですね、まあ、桜花賞一戦というこんな感じとなっております。当時レース振り返るとですね、ちょっと直線半ばでこうなかなか進路が開かずにという、そんな状況でして、もしスムーズだったらねもうちょっと着順上がっていたのかなというそんな印象が伺いました。まあ、右回りに関しては阪神ジュベナルフィリーズ、まあ、こちらも全然進路が良くなかったんですけれども、その中でも3着に入っておりました。で、前走がオークスだったんですけれども、当時ちょっとねスタートしても出遅れてしまって、そのまま後方でズルズルというそんな感じでもありましたので、ある意味ノーカウントとねしても良いのかもしれません。まあ、それこそこの馬2歳からずっと世代の上位クラスとして、強い相手と戦ってきたというそんな一頭でもありましたので、今回おそらく人気が片落ちというそんな一頭だと思うんですが、得意の右回り狩りで、この舞台でね一辺があってもおかしくないそんな一頭だと考えております。最後にお伝えするのがですね、今回出走する馬の中で構想率が低い方のそちらの方のデータです。こちら、該当馬の方が、前走クイーンステークスを勝ったドゥーラ、こちらに該当してしまうんですけれども、前走マイナス10キロ以上の馬体重、この該当馬が0019と1頭も馬券圏内連帯がないという結果になっておりました。まあ、こちら先ほどのローテーションとも少し関連するんですけれども、この直行ローテが非常に相性がいいという、そんなところを僕は先ほどお伝えいたしました。つまりやっぱこの G1 を望むにあたりまして、前走いかに威力を残すか、また前走を明治にやったとしたらそこからいかに間隔を上げるか、そういったものがね僕大事だと考えております。
まあ、結構ローズステークスで馬体重が増えたんですけれども、この今回巻き返すとか、そういったケースも過去ありましたので、やっぱそうなってくるとね、前走この夏競馬を使ったドゥーラが、前走大幅馬体重減からこの短期間でどれぐらいリカバリーできるかどうか、そこはちょっとね、この今回のマイナスデータに抵触した、そんなところでございます。あとドゥーラの馬の適性ですね、こちらについても補足をいたします。この馬、過去の構想歴が示す通りなんですけれども、例えば札幌2歳ステークスとか、それこそ前走クイーンステークス、いずれも、札幌芝の 1800m 戦でした。まあ、つまり洋芝での構想歴に集中しているという馬でもありましたので、まあ、確かに、2走前のオークスなんかはね、上がり上位でいい足を使っていたんですけれども、それでもやっぱね、今回の京都 2000m というと時計が速いという、ある程度の高速馬場適性が問われる条件となっております。今回の右回りという条件に関して言うとね、やっぱこの馬に関して言うと洋芝に集中しているという、構想が集中しているという、そんな現状でもありますので、やっぱこの舞台代わりで果たしてどれぐらいの上積みがあるかどうか、馬体重がどれだけ戻っているか、そういった部分を考えるとね、ちょっと今回の今のデータの段階では不安要素があると、そんな風に言わざるを得ません。はい、以上で秋華賞のデータ分析は終了となります。今年の一戦なんですけれども、ちょっとリバティアイランドがデータ上も全く資格がないじゃんという、そんな状況がね、ちょっと生まれてしまったような、そんなデータ分析となりました。まあ、結構過去の傾向から言いますと、確かに人気馬は盤石というかね、そういった勝ち馬のゾーンなんですけれども、3着穴とか、そういったところがあるような印象でもありますので、今回の馬券の焦点とかで言うとね、もしかしたらそこになるのかもしれません。この動画が何か参考になったら、ぜひチャンネル登録などもね、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。